自分の中のターニングポイントっていうか、この年でこれをしたから良かったなっていうところがもしあればあったいな。ターニングポイントは山ほどあるよ。ガキツカでこれ雑誌とかいろいろインタビューでも言ってるけど、ガキツカの雨上がりだよ全員集合って企画かな、あれはね。一か八か切れられてもええと思って、もうスタッフに言われてること全無視して本番全く違うことやる。それがダウンタウンさんがもしブチギレしてしまったらもう終わりやなと、もうすぐダウンタウンさんに失礼なことを言う企画。それをやってダウンタウンさん笑ってくれてからスタッフも止めることなくそのまま行ったことによって、その次の週に5本仕事が入ってきて、その中の一つがワンナイだった。それはターニングポイント、一番のターニングポイントそこだと思います。皆さんチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。僕頑張ります。頑張りましょう。もっと頑張ります。はい、おしまい。